ジマ日本青年遺骨収集団とは、東京都認定の特定非営利活動法人。簡単に、ジマと呼称する場合もある。ジマとは、ジャパンユースメモリアルアソシエーションの頭文字である。学生主体の団体だが、社会人有志が志願し、必要に応じた勉強会に参加した上で派遣される場合もある。1967年6月戦争の傷跡を、 今も残す外地に赴き、戦争というものを肌で体験し心の有効を生むと、同時に現在の日本を知ろうとする、有志学生によって、学生異例団として発足。当初の活動目標は、1、日本軍翼祭地における異例及び、異例非建流に、現地における政治、経済、地理、風俗などの実地調査3、日本文化の紹介、及び、現地住民との親善都市、 次の2派遣を実施する。第4次派遣では、現地の正常不安や、それに伴う遺骨の海外持ち出し禁止などで、遺骨のあることは分かっていながらも収集作業が許されなかった。この経験を踏まえ、以降の派遣では、厚生省との協力体制のもとで、遺骨収集を行えるよう働きかけるようになる。第6次派遣は、現地で厚生省と協力し、 民間遺骨収集団体としては初めて官民一体の収集作業を行い3580柱の遺骨を迎える。1972年3月民間の遺骨収集団体を一本化した組織である戦没者遺骨収集促進団体協議会に加盟する。その後、政府派遣団に参加協力し昭和の晩年まで安定して活動していた。しかし、 バブル経済化の物価の高騰は沈着していた、事務所の維持を困難にし、参加団員の士気の低下と参加者減少という悪循環を招いた。さらには団員の活動資金分担にも影響し、残存団員の活動資金年出のためのアルバイトと、学業両立に支障を及ぼした。そして、ついには活動拠点を手放すに至り、微法策として当時の学生代表の下宿先を、 連絡先として何とか活動を維持した。遺骨を138柱迎えたのを最後に、当時の代表者が後継者を指名しないまま卒業、転居してしまい、自然消滅的な球団状態となる。ところが、このような活動状況に廃反するように、東西冷戦構造が崩壊。戦没者遺骨収集促進団体協議会及び、厚生省の了承を得て、新たに、 現役大学生に呼びかけ、活動を再開するまでこぎつけた。5年ぶりに、日本青年遺骨収集団としての政府派遣団、派遣隊を組織する。この第120派遣は、5年間の空白期間があった団体が復活できるかの試金石であったが、支援者や OB の指導のもと、翌年度からの国庫給付金団体として復活することが叶った。 創立以来初めての北方派遣だったが、社会人となっていた OB が休職し参加した。以後、北方への活動領域を広げていく礎を築いた。沖縄県遺族連合会が主催する遺骨収集事業へ初めて団員を派遣する。国内での派遣でパスポートを持たずに参加できること、人数制限がないことなどから、以後の沖縄での遺骨収集には必ず団員を派遣し、 主要事業の一つとなる。1972年以来、政府派遣への協力が活動の中心となっていたが、講演者の協力により、自ら戦地での情報収集へ乗り出した、原点回帰の派遣となった。若者の熱意を根幹に置いてきた任意団体から、継続的な活動を行える、要戦略的事務組織への体質を改善すべく、NPO 法人へと、 組織や活動を強化する。従来より交流のあった国際ボランティア学生協会と協力して青年を派遣した。また、平成15年9月には緑の平和舞台事業としてパラオ諸島ペディリュー島においてヤシの木街道整備ボランティアを展開した。今時派遣は遺骨収集のみならず糸満市役所の要請を受け、副議の植林活動も行った。また、 同年中は、公益財団法人会校舎による、残存慰霊碑調査事業に一名派遣し、9センチでの慰霊碑の調査並びに、近在の子どもたちへの公衆衛生指導を行った。同時に、国内の高校生が、慰霊、歴史体験、環境保全、異文化交流を体験できるような修学旅行のサポートや国際ボランティア事業として、フィリピン民なな島、ルソン島における、 貧困家庭への就学支援を行った。今まで行われていなかったのモンハン事件による戦没者の遺骨収集を始めていった。福岡ホニアラ海による川口市体の英霊3179柱の貧困飛長期にわたって活動が滞っていた。ガダルカナル島での活動を再開し、43柱の遺骨を迎えた。さらに2008年には特使を得て、 加藤慰霊碑修繕順配派遣を実施し、公益財団法人太平洋戦争戦没者、慰霊協会混流のソロモン平和慰霊公園や、全国ソロモン会混流の慰霊碑、第二師団誘拐混流の慰霊碑、福岡ホニアラ会混流の124連帯慰霊碑、一騎士隊鎮魂碑、岡部隊奮戦の地位渋み、一騎士隊奮戦の地位渋みなど、民間の慰霊碑の修繕清掃を行った。 NPO 法の改正を受けて、定管を変更し、団の存在理由が、先の大戦で亡くなったすべての法人戦没者の機関、異例検証事業を時代への継承、真に平和的で、国際的視野を持つ日本の青年の育成であることを、内外に鮮明した。また、残存遺骨に関する情報が減りつつある中で、政府派遣に参加するのみならず、 グアム島やマーシャル諸島の中部太平洋地域へ団員を派遣し、積極的な情報収集を行っている。そこで得た情報を厚生労働省へ提供し、政府派遣の実施へ働きかけている。アジアの発展途上国の公衆衛生指導を行い、生活環境の向上に貢献し、その地域において未だ祖国への帰還を果たしていない戦没者、 および抑留中死亡者の遺骨収集事業や異例順配事業を実施すること。上記の活動を通じ、我が国の歴史を正しく認識する機会を提供し、真に有効的な精神と国際的な視野を持つ青年の育成に寄与すること。現在の主な活動は以下の通り。また、毎月の活動報告書。 比列と同時に年次活動報告書。今、何を語らんを毎年8月に発行している。ありがとうございます。